あら、なに？なんだよ。まあ。
ごめんなさい。エリちゃん、さあ勇気を出せ。あやこちゃん、私ありがとう。そしてごめん。なんであやこちゃんが謝るの？本当はね、私エリちゃんがお金持っていくところ見ちゃってたんだ。でもね、私その場でエリちゃんのこと止めてあげられなかった。エリちゃんのことを本当に思ったら、私あの場で言うべきだった。後悔してるんだ。私の方がお姉ちゃんなのに勇気がなかった。私にもっと勇気があればこんな大きなことにならなかったのに。だからごめん、私も許して。ごめんね、ごめんね。ごめんなさい。
もう。
またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ？今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。で、俺に何をしろと？今、親父は荒れちまって、手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ？先日の一件から、親父は兄貴に一目置いてるみてえです。だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴って何言ってるんだ。だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろ。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。
じゃあシモン、車回してきますんでお願いします。兄貴。頭、桐生の兄貴。親父は奥です。さっきまで青森なんで暴れていたとこっす。へっ、ちくしょう、なんだよ、ったけよ。ああ。お、おお。これはこれは桐生さんじゃないですか。ええ。どうも荒れてるみたいだな。
分かった。俺が先から話を聞いてやる。なんでお前さんが。俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。安心しな。別に酒を連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今は先のことだけを考えようじゃねえか。お前、あんたんとこの若いの借りるぜ。行くぞリギア。はい兄貴。Oh?